うわ、撮ってなかった、えちゃん。やっちゃった。うわ、やっちまった。今ね、撮ってるかと思ってて、しばらくくっちゃべってたんだけど、撮ってなかったっす。よくあるあるだな、これな。もう一回、じゃあごめんなさい、行きますね、うん、はい、こんにちは、まえチャンネルまえはらですごめんなさい、はい、手が作んなくな今回はこちら、手裏剣戦隊ニンジンジャーのプラスチックカードガムですね、うん、このくだり2回目だから言うの、うん、ね、ショック、ね、箱買いしました、15パックありますね、うん、中にカードが2枚入っておりまして、全部でこれ開けると30枚ってことですね、うん、去年も列車戦隊特急ジャーのプラスチックカードガム箱買いしたね、で前回は2回やったんだよね、うんうん、で残念だけどコンプはできませんでしたね、うん、こちらが、特急ジャーのやつだね、うん、コンプできなかったんだけど、素顔の選手たちは集めることができたよね、全部ね、うん、これは良かった。今回もニンニンジャーは素顔の選手たち、うん、この5人出るかもしれない。どうなんだろう、出る。これね、ラインナップがあってここにあるので、それを集めていきたいね、うん、では早速こちらの15パック一気に開封しましょうか。はい、じゃあ早速1パック目からいきましょうか、うん、はい、では開けていきますね、うん、1パック目はじゃあパパが開けるよ、うん、記念すべき 1パック目だね。そうだね、久しぶりだね、うん、記念すべき、まずはガム、おお、このガムだ、うん、はい、では何が出ますでしょうか。1パック目、お、キニンジャー、キニンジャーと忍者一番とだって、あれ1枚しかない、あー、あったあったあった、ごめんごめん、はい、もう1枚はこちら、お、桃忍者、桃忍者だけ、うん、うん、あ、うん、前と同じようにここに番号ついてる、こっち21番、うん、こっちは5番、うん、あ、でこのカード自体は相変わらずキラキラしてるね、うん、あ、いいね、やっぱりこのプラスチックカードはいいよ、うん、プラスチックはさ、ビリビリって破れたりしないから、そう、破れたりしないからね、うん、水に濡れても大丈夫だね、うん、はい、エンジン君2パック目開けちゃって、せーの、2パック目、はい、お、赤忍者、赤忍者、赤忍者と忍者一番とガマガマ銃、うわ、19番だって、それと、あ、桃、ま、忍者、いきなりいきなりかぶったよ、これいきなりかぶっちゃった、ほんとに2パック目からいきなりかぶるか、うん、3パック目、はい、お、素顔の選手たち全員のやつだ。忍ぶどころか暴れるぜ。と、おお、手裏剣戦隊ニンニンジャー。これだね、うん。これいいじゃん。みんな集まってるやつ。うん、うん、よかった。うん、もう一枚が手裏剣戦隊ニンニンジャー。これも全員だね。うん。うん、4パック目。はい。あれ？忍者一番遠か。あ、よかった。よかったよかった。赤忍者かと思った。と？と？変。変化忍手裏剣、変化忍手裏剣だ、変化忍手裏剣は赤忍者手裏剣とかだ、そうだね、うん、5パック目、お、お、レアだ、レア、鬼忍者のレア、鬼忍者レア、いきなり出た、おと、ごと忍手裏剣、ごと忍手裏剣、はい、こちらが鬼忍者のレアだね、うん、すごいキラキラしてる、うん、後ろもすっごいジャージャー、そうだね、後ろもキラキラしてるね、うんうん、あ、そうだ、後ろ見せるの忘れてたね、普通はこれ5トン忍手裏剣で、裏がこうグレーなんだよね、普通ね、うん、裏はキラキラしてる、ね、うん、おー、素晴らしい、レア出ました、いきなりだね、うん、去年のでも特急ジャーの感じでいくと、このレアは1パックに1枚なんだよね、うん、うん、だから多分もう出ないと思うけど、うん、6パック目、はい、お、キニンジャ、あ、違う、カラクリ変幻と、とゴトニンシュリケン、あ、これかぶった、うん、あ、7パック目、お、ガマガマジュ、ガマガマジュ、今度と、とゴトニンシュリケン、ゴトモニンシュリケンだ、うん、はあ、今んとこ素顔の選手たち出てこないね、うん、あの5人揃ったやつあったけど、うん、まずいんじゃねえの、うん、今回で少なくともそれだけはコンプしたいんだけど、うん、8パック目、あ、忍者一番と、忍者一番とでダブったね、とと変化忍手裏剣、これもダブったか、うん、あ、9パック目、おお、目指せラスト忍者だって、うん、と
忍者一戦。忍者一戦。あ、これも5人のやつだね。出発目。お、桃忍者と忍者一番と。忍者一番と、うん、それと青忍者。青忍者。はあ、今度は青忍者か。でも菅野先生出てこない。うん。11パック目いきます。11パック目。あー、これも出たか。赤忍者と忍者一番ととガマガマジュ、これ出たね、と赤忍者かぶった。じゃあかぶってないよ。赤忍者かぶってないっけ。うん、出なかったっけ赤忍者。出なかった。じゃあよかった。赤忍者よかった。よしよしよし。12パック目。お、青忍者とガマガマジュと白忍者、これは出てないね。白忍者。はいはいはい。13パック目。あ、まだ、おお、おともに、忍び丸。おともに忍び丸。と？と？鬼忍者。鬼忍者。14パック目。お？鬼忍者と忍者一番と、それと、お！伊賀崎風花。やっと菅野先生。白忍者出た。やっと菅野先生。やっと出たね。はい、こんな感じですね。伊賀崎風花です。うん、ラストパックですよこれ。うん、これ A ちゃんが。今回ラストパックはパパがじゃないの？パパ？練習が開ける？うん。分かった。じゃあラストパック、ラスト忍者お願いします。はい。15パック目。ズルズル。おー、忍びなれども忍ばない、かぶっちゃった。とーとー。おー。加藤クラウド、ヤクモ。はい、こちらですね。ヤクモ、青忍者でございます。今回素顔の選手たちはたった2枚だったね、うん、あーそうですか、残念だね、うん、はい、それでは今回出た30枚全部見ていきましょうか、うん、まずこちら1番の赤忍者ですね、うん、次2番の青忍者、うん、次3番の鬼忍者、うん、次4番の白忍者、次5番の桃忍者。これは全部揃ったね、うん、5枚ですね。忍者がもう揃ったね、うん、赤忍者から桃忍者全部揃いました、うん、で桃忍者ダブった、これ5番ダブりました。で次が一気に飛んで7番加藤クラウド、ヤクマだね、うん、はい、これ7番でしょ、うん、でまた飛んで、9番伊賀崎風花ね、菅野選手たち2枚でしたね。また飛んだ。そうだね。でこれが手裏剣戦隊忍忍者11番だね、うん、そして忍者一戦12番、うん、13番変幻忍手裏剣、あ、これもダブったね、変幻忍手裏剣で14番がおとも忍手裏剣だね、うん、で15番が五トン忍手裏剣、うん、またこれもダブった、うん、16番が忍者一番と、うん、ダブった、これもダブったね、うん、そしてガマガマ10、17番がガマガマ10、18番がカラクリ変幻爪だね、うん、で19番が赤忍者と忍者1番とガマガマ10、うん、これはもうダブった。20番が青忍者とガマガマ10、うん、21番が鬼忍者と忍者1番と、うん、これダブったね、うん、23番が桃忍者と忍者一番と、うん、24番がおともに忍び丸、うん、ちょっと飛んで28番が忍びなれども忍ばない、で29番が忍ぶどころか暴れるぜ、で30番が目指せラスト忍者、そしてシークレットでね、うん、シークレットの鬼忍者が1枚出ました。はい、ということで手裏剣センター忍忍者のプラスチックカードガム15パック開けましたね、うん、30枚のカードゲットしましたけども、うん、残念ながら希望の素顔の選手たち5人をコンプすることはできなかったね、うん、風花とヤクマだけでした、うん、まあしゃあないけどね、うん、揃わないかなとも思ってたけど、ということでちょっとコンプはできませんでしたけども、もしかしたら2回目があるかもしれないね、うん、はい、はい、ということで今回は手裏剣戦隊忍忍者のプラスチックカードガム